はい、じゃあ今日はいろいろあるんだけども、こちらだな。うん、どうだ、いい感じだと思うんだけどな。うん、おお、これはレース入れるだな。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。今日は火曜日なんで、休めるときは休むんですけど、あのうちの定休日ね、なかなか休めないので仕事が溜まって、毎日ね修理ばっかりねできればいいんだけど、いろいろね仕事がねあるんだわな、一人だし。これだから今日はね、さっき上げた2本目になるんですけど、動画ね、これ、いい感じなんでリレースしていきますね。どうぞ。よいしょ。はい、じゃあヒールから入れていきますね。交差閉じをご希望ですので、交差に入れていきますが、センターこの辺かな。よし、そしたらスタートだな。よいしょ。ひねってるのか。よいしょ。よいしょ。これはそうだな。低いか。よいしょ。はい。ニント。で、ここだな。そういえば韓国はイスラエルに負けちゃったね。あのなんていう人だったっけ、あのピッチャー、イスラエルのメジャーの人だからな。なんて名前だったっけ、こうちょっと見てこうか。全然違うじゃん、こうじゃないじゃん、木じゃん。ジェイソン・マーキーさん、ジェイソン・マーキー投手ね。メジャーで100-230勝ってるんじゃないかな。15年ぐらいやってると思うんで、年俸、15年分の年俸を足すと韓国選手全部の年俸より多いっていう話だから、あ、交差しなくちゃ。ここで交差する、思い出した。もう一個向こうだな。はい、そうだって。それやっぱりなかなか打てないよ、メジャーのピッチャーね。日本だって油断するとね勝てないな。こういう風に交差するか。よし。そうだな、ここちょうど、あの、仕切りだしな。よいしょ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 。あ、飛んじゃった。で、
よいしょ。ここでクロス。うん、いいんじゃないか。ここでクロスですね。抜けちゃったかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。うん、で、今度は反対巻きになるという形だね。よいしょ。よいしょ。こうですね。はい。で、ここはここだな。鹿革。あ、強化2本。やってるのか？ちょっと待ってよ。ちょっと、テープつけとかなくちゃ。おお、始まってるではないか。石川さん先発だな。話題の、当店で話題の石川投手が先発だ。楽しみだな。見たいけど仕事もしないとダメだしな。よいしょ、よいしょ。みんな見てるんだろうな。あ、ダブルプレーか。ここは、あ、ここ通すんだな、きっと。こうだな。うん。になっちゃうな、もう。よいしょ。見てたら失敗するしな。うん。もうちょっと頑張ろう。ここはどうだ？ないな。あるのか？あるっぽい？あるな。あ。ここはダメです。はい。よいしょ。石川さんだったらコントロールがいいしな。大崩れはしないだろうな。楽しみだな。よいしょ、よいしょ。うん、いいかも。今日作っちゃおっかね。じゃあちょっとね、よいしょ、うん、2と、よいしょ、ついとくか。うん、よし、技もちょうどよかったな。はい、交差巻きで入りました。どうだ。おお、なるほど、こういう感じだな。交差巻き入れましたので、従来よりも手口のね、この間がタイトになります。あとは次はウェーブだな。ウェーブを入れましょうか。はい、はい、じゃあウェーブいきますね。こうだから、こう来て、ここだな。よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ、うん、よいしょ、よいしょ、しゃーしゃしゃしゃーと、あ、気づいた、飲んだな。で、次か、よいしょ、ここだな。うん、よし。で、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、これでいいな。うん、で、上来て、でここまで一緒だけど、ここね、補強でクロスさせたんで、元通りにクロスで入れときますね。こう回して、破りやすいとこだからな。このグラブはそうなってたぞ。こうだな。クロス。もう一回、落とすと。
こうですね、はい、であとまた一緒です。半分取ればな、楽なんだけどな、ピロピロしないからな。これピロピロするし、指紋が長いところやりにくいかな。よいしょ。日本一点入れましたね。すごさ落ちましたね。すごいな。幸先いいな、やっぱり。よいしょ。よいしょ、よいしょ、もうちょっとで半分だ。よいしょ。日本勝つかな、勝てるかな。最初にね、調子に乗れればね、あと楽なんだけどな。なんとなく自信になってくるしな。なんか今までのちょっと速攻試合みたいなんだと、練習試合だとちょっと今不安が残ってる感じだから、今日キューバさんに勝つとそれが払拭できるかな。乗るかもな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で折り返します。キュ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここ意外と紐の長さいるんだな。よいしょ、こと、よいしょ。キチキチかな。楽しみだな。だいぶかっこよくなってきたな。こっち向きか。こっち向きだな。よし、よし。やっぱりそうだな。どうだ？こうだから、こうだから、どこなんだこいつら。こうだな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、違うな。どこでひねった？あ、ここでひねってるじゃん。
でここもう一回かクロスだな。こっち側からクロスだと、こう入って、で、よいしょ、ひねるな。こう入って、ちょっと。なぜひねる？こうだろう？入るんだけど、クロスだからこっち一回出して、で、よいしょよいしょよいしょ、もう一回だな。そっちに出ると嫌だな。でクロスで、よいしょ、やだな抜けたら、よしで、よし、クロスね、こう両方ともで、戻ってきたぞ。ただいまだ。よし。でもう一個だ。ね。ここへ来る。ジャギーン。やっぱ紐いるな。ここだな。で、シュルシュルって。あ、向きがどうだ。いいな、こうだな。よし、でラストだ。オッケーです。はい、じゃあ次はフィンガーチップレース完成に近づきましたね。はい、じゃあ行きましょうか。これどうしようかな。もともとはこことこことセパレートでしたけど、普通にクロスとかじゃなくて普通にセパレートだったから普通に戻します。はい、こっちから行こうかね。セパレートにしてもあれだけど、あんま意味ないかな、このその場合のセパレートかな。どうだろう、修理の時のあれかな。まあどっちでもいいんだけど、どっちにしてもクロスロックにするとこっちがな、穴が足りないしな、まあ、いろいろ事情があるんだろうな。よいしょ、で、もうこっち来てんのか。ないなぁ。よいしょ、こう来て、こうだな。で、これぐらいでよかろう。
とはブリッジのところはブーループね、スパイラル、ウェブスパイラル、でもこれタンで正解かな、やっぱりね、色的には一番飽きのこない色だし、渋いよな。もともとはクラシカルなグラブだから映えると思います。どうだ、日本買ってんのかな、買ったものかな、なんかバーバーって言ってないからまだそのままか。よいしょ、よし。で、ここだな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。注意だな。ニント、よし、いい感じだ。で、もう一回落として、よいしょ。うん、あと一流三流って言ってるな。階段線打ったか。うん、指は若干広めにしといて、あと河野さん好みでね、縮めてみてください。縮めとくと伸ばせないからな。どれぐらい広げとこう。あんまりみっともないの、これぐらいか。余裕があるぐらいで、よいしょ、ん、よいしょ、右か、よいしょ、うん、これぐらいかな。うん、いいだろう。よいしょ、よいしょ、これぐらいかな。うん
ったぞ。はい、こんな感じですね。はい、じゃああとはリストストラップだけだな。はい、じゃあリスト入れて完成ですね。感動のフィナーレです。よいしょ。お、面白いな、これ詰められないじゃん。調整が、穴が少ない。今気がついた。はっはー、なるほどね。穴開ければいいんだけど。よいしょ。ひねってるか、ひねってるな。はい、やだな、うん、で、じゃじゃん、入りました。よし、切って腰はやっぱり新品ぐらい出ちゃうな。これまた河野さん鳴らさないとね、軟式弾きますよ。じゃあ整えていこう。余分なところを切ってね。ほら、河野さん、こんなフォルムです。しっかりしてます。グリスとそれから骨格になるグラブレースをしっかりしたの入れましたから、これはあれだぞ。うん、見てみますか。うん、パンパンになっちゃいました。どうでしょう。はい、河野さん、あとね少し磨いて完成かな。あ、弁の方のミットも、まあ、なるべく早く着手いたします。それでは皆さん、さようなら。